ました。ありがとうございます。こんばんは、トマトさん、ピカピカありがとうございます。こんばんは、ナナさん、ジージーありがとうございます。そう、ちょっとナングラをしたくてね、だからちょっとテロップ書きますね。ハッシュタグナングラ、こんばんは、昨日公園で初めて見れました、めっちゃ可愛かったです、ありがとうございます。大人っぽくなったね、ありがとうございます。レオちゃんのドット一緒はクッキーお迎えしてきたよ、見たよ、ありがとう。まだユニバナいいね。ナナさんハートありがとう。ヘザタヌキさんもハートありがとう。ナナさんハートありがとう。カズミヤさん DJ ありがとう。あ、ハットさんハートありがとう。小型クリスさんレインボースターありがとう。カズミヤさん DJ ありがとう。ナナさんピカピカありがとう。昨日は昼夜頼りでした、こちらこそ頼りでした。さやかちゃんハートありがとう。カズミヤさんハートありがとう。そう、ちょっとナングラをしたくてね、ショールームを始めました。はい昨日のナンバラピ、今日のナンバラピさんめっちゃ面白かったよ。ほんまに見よう、ちょっとこんばんは、久しぶりにショールームしたかな、なんか公演の時全然できてなくてダミオさんレインボースターありがとう。初見です。そうです、そう、ナングラをしたくて、何やったっけ何やったっけ、10期生の最終オーディション、何でしょうみたいな、今日急いでお迎えしたラス2でした。あら、よかった、ゲットできて。そうなんですよ、そう、しんちゃんポップコーンありがとう、ハートさんペンライトありがとう。そう、ナングラをしたくてですね、しようかなみたいな感じです、はい、こんばんは、耳がいいと思いますか、ナングラシャメ当選したからよろしくよろしく、握手会のシャメ会カタカタタキ取りましたよ、ありがとう。ゆいぴちゃんハートありがとう。ニューシングル、これが愛なのかに引っ掛けたいな。あー、なるほどね、これが愛なのかに引っ掛けるのね、難しいわ。ナングラ自体が久々よね、ほんまにそう、サンリオのガチャガチャでバツマル組んでたから、リオちゃんなんか気につけたから握手会に連れていくね、ありがとう。そう、世界一前髪綺麗なリオちゃん、こんばんは、こんばんは、遊びに来たよ、ありがとう。そうで、そうだからちょっとナングラしようかなみたいな。そう、今ね10期生のオーディションがもう始まってて、で今はなんかその10期のその何やったっけ、候補生の子たちのショールームが始まっていまして、皆さん見ましたか、もう目移りしてますか、もう受験生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた、どんな審査、あ、そうですそうです、これですね、これです、受験生オーディションの最終審査で候補生がみんな驚いた、どんな審査みたいな。昨日は公演楽しかったよ、よかった、昨日のおかげでパワーもらえたから勉強の運転の勉強頑張る、頑張って、しばらくぶりです、初見みたいな感じガクガクブルブル、10期ルームにパトロールしてますか、え、逆にりょうちゃん見ましたか、見ましたよはい、昨日5時になった瞬間に見ましたね、なんか初めその5時になった瞬間に始めた子は全員見ましたね、でさっきもなんかチラチラ見てましたねチラチラ見てました。ノースフライトさんハタありがとうございます、しんちゃん応援してありがとう、10期全く見てないです、ほんまに、こんばんは、こんばんは、私は10期生オーディション一切見に行ってない、お、すごい、そう、それでね、何番の子がおすすめですかおすすめとかは別にないかな、そう、別にないんですけど、同じ愛香さんを推してますって子を見かけましたね、
オタクよりオタクですやん間違いない。こんばんは、ナミテイさん、ハートありがとう。昨日の声楽しくてよかった。オタク目線で気になる子いた。オタク目線で気になる子、あんまりそんななんかまじまじと見てないから、なんかパッパッパーって一目で見たぐらいやからな。そうだからあんまり見てないんですけど、そうでもなんか誰々に似てるだったりいろいろありますよね。イグネコさん、かわいい、ありがとう。また追加で握手会取る予定です、ありがとう。サキチャスラブレター、ありがとう。なんだし、ハガレだからちょいちょい見てる。あー、言われてるよね、確かに。なんか似てる。ユキの時10番の子覚えてますか？覚えてますよ、おてんちゃん。サキチャスを貼ってありがとう。こんばんは、こんばんは。ヘソダンの来たんだるま、ありがとう。完全にりょうちゃんに認知されてる気がメンバーはやはり違うね、光ってる。あ、光ってるのはあのこれですね、ハイライトですこんばんは、りょうちゃん推しです、ありがとう。12番はゆまちゃんに似てると思う。ああー、ボブの子かな。りょうちゃんオーデの時何番やったんですか？私はショールームの時の番号は32番でした。初見です、瀬戸田崎さん、だるまありがとう。こんばんは、こんばんは。私たちハートありがとう、ピカピカもありがとう。そうで、ナングラをしたいのになんかアミタンと同い年で似てる子がいるらしい。あ、そうなんや。こんばんは、こんばんは。トマトさん、ピカピカありがとう。31番だったらリの誕生日だったね、確かに。ナミテンさん、ハートありがとう。今配信見ても実際にお披露目されたらメイクや髪型違うから誰が誰だか分からない気がする。確かに全然ちゃうもんね。ナミテンさん、ハートありがとう。10期候補生で IP 推しの子いたよ、見ましたよ、見ました。虫食べる審査、あー嫌 やね。確かに9期は虫食べたけど、最終審査で虫食べるってめっちゃ嫌じゃない？これが愛なのかにかけれるものある？なんかわからないな、何がありますかね。驚いた審査ってね、そう、あ、これがオーディションなのか、どんなオーディションという大喜利をさせられた逆にね。ゆうみさんと肩組んで歌う審査、おーやばいね。1期生の先輩たちに審査されるとか、確かに嫌、緊張してしゃあない。虫食べて受からんかったら食べ損や、確かに。ラブレターを書く審査、ラブレターを書く審査、いつ書く時が来るかじゃない、それで。どん、今回はファンにも得点があるから。あ、そうなん？ファンにも得点あるん？知らんこと。全身タイツ審査、もうそれスタイルしか見られてない。山本さやかさんに審査される、あー緊張するしかないね。こんばんは、5期生までは体験したバンジージャンプ、あーバンジージャンプね、まさかの英語でしか受けれない、最悪。英語できんかったら終わりね、普通に。どうしようかな。こんばんは、こんばんは。うん、何がいいんやろうな、なんかもうパッて思いつかへんね、こういう。歌とダンスではなく大喜利をさせられる審査親の預金審査、やばい。さきちゃそハートありがとう。無人島でのサバイバル審査、それ番組やん、
タムキーさんハートありがとう。何がいいかな。お料理審査も確かに嫌やね。ひやすけさんハートありがとう。何がいいやろうな。早着替え、あ、まあ確かに早着替えね大事になってくるからね。でも最初の頃はみんなできひんからね、早着替えなんて。殴り合って最後まで立てた人が合格、やばい。ひろすけさんだるまありがとう。日本語喋ったら即不合格の審査。国際すぎん、先から審査あまりにも国際すぎる。はいと言ってはいけない面接あるよね、それ YouTube とかで、ね、あるな。なんやろ、でも何に虫食べる審査とかは嫌やしな。なんやろうな、何がいいかな。ひろすけさんペンライトありがとう。審査会場入ったら劇場で歌う、やばい、しんど。しんちゃん車ありがとう。ひろすけさんレインボースターありがとう。何やろうな、確かにこれが愛なのかにかけたら、まあこれがオーディションなのかという大喜利をさせられるオーディション。クク言えたら合格クク言えたら合格、やばい。金子さんと同じ格好をさせられる審査。金子さん金はね、スーツばっかり、スーツなんかな、あれどうなんやろ、ちょっと分からんけど。こんばんは、こんばんは。めっちゃここの毛がボサボサいちゃんハートありがとう。これがオーディションなのかという大喜利をさせられるオーディション、まあありやけどね。昨日ありがとう USJ で遊んでから石川県に帰っているところでした。石川県なんですね、大変。幕がいたら目の前にお客さん、たくさんのお客さんがいる、ドッキリ審査怖すぎ。確かに嫌、だいぶ度胸ないと。でもどんな子入ってくるんやろなってなっちゃうね、楽しみ。近重マネージャーの独り言を最後まで聞いていられたら合格、まあ、確かにそれは合格間違いない。ひろすけさんありがとう。でもさてどうしようか。やっぱあれかな、これがオーディションなのかという大喜利をさせられるオーディションフ中学生がいるから公平に考えるならじゃんけん大会、あーいいね。鍋ちゃんだるまありがとう。チュッキとアイピの取り合いしてそう、取り合いやばい。マイカさん結構私に塩なので、ね、まあ、そんなとこが大好きなんですけど。小賀拓也さんありがとう。なべちゃんさんこんばんありがとう。小賀拓也さんありがとう。何にしよっかな。でも今のところはやっぱじゃんけん大会か、これがオーディションなのかっていう扇をされるオーディション。2週目よりも大きな声が出せたら合格、あーあり。何のナングラ、なんかあの最終審査で候補生全員がびっくりする最終審査だった、どんな最終審査みたいなやつです。ひろすけさんだるまありがとう。あつしさんピカピカありがとう。ゆいぴちゃんハートありがとう。そうどれにしようかなみたいなね。そしてアイビは巻いていいからしようなんだかんだ曖昧さんは仲いいですからね。皆さんはもう10期生のショールーム見ましたか。もう見たんじゃないんですか。皆さん新しい子がお好きでしょ。見ましたか。いやでも別に全然見ていいと思うな、
それは気になるやん。だってどんな子が入ってくるんやろうとかさね。レオしか嘘ですね。 嘘つきすぎ。さすがにね、まだ見てない。あら、まだ見てない。そんなことないよ、レオちゃん一筋です。ありがとう。まあ、別に見るぐらいはね、いいんとちゃいますか。普通に気になるじゃん。私も気になるもんだって、どんな子が入ってくるんかなとか。そう、見るのと押すのは違うからさ。レオしか見えないよ、かっこ棒ね。入ってきてからかな。まあ、入ってきてから見るのも確かにね。 今見てさ、押し合ったとしてもね、どうなるかわからんからね。多すぎて間違えて入っちゃう入っちゃう、やっぱり。じゃあまあ結婚して、ちょっと推しは増やしません。 ありがとう。25人ほど見て、福岡県の候補生はいいイメージだね。あ、福岡県の子もいるんや。レオちゃんしか見えない。ありがとうフラレオごめんね。そう、レオかわいいよ、ありがとう。ニコニコレオちゃんかわいい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。楽しみやね、どんな子が入ってくるかは。沖縄の子が入ってきたらどうしますか。沖縄の方言教えてほしい。ひろすけさん、あた、ありがとう。あやかさんの生誕決まったね、見学できるといいね。あやかさんの生誕祭が5月5日に、5月5日に決まりましたね、確か。43番のおてんちゃん、応援してます。おてんちゃんね、覚えてますよ。明日レオちゃんの家をお迎えしに行こうかな。まだ残ってたから、ぜひぜひお迎えしてきて、お家に飾っちゃって。うん、どうしよう。なんぐらやっぱあれかな。小学生が住みましたね。小学生やばいよね。私も大学生やのに、もう小学生やばい。公園の時に連れて行きます、待ってます。なんかね、びっくりしちゃう。そんな令和オーディション受けた時の思い出とかある。思い出、久しぶりに受けた声でレオちゃん見れて嬉しかった。まあよかった、嬉しい、ありがとう。なんかその12周年のコンサートに出た、その候補生として出させていただいた時のちょっとすぐ後ぐらいに文化祭あって、そうだからなんかその13周年の日程が分かんなくちゃ、12周年の日程が分からんかった時にほんまになんか、参加でき、文化祭参加できなかったらどうしようってずっと不安やったり。小学生入ってきたらパシりにくいね。パシらないですよ、私は。小島かりんキャプテンのここがいいところ審査ここがいいところ審査。今頃生誕ティーと生誕ティーキーホルダー届いた。あ、ありがとうございます。初見です、ありがとうございます。結婚してと言ったら振られると聞いてやってきたごめんね。小学生来たら天奈と小町から守ってあげてね。え、天奈と小町が亜美から離れていったら亜美が拗ねちゃう、かわいそうなんで多分離れないはず。レオちゃんもそうだけど、受験生ちゃんたちもオーディション中にも公演握手会来るんじゃない。公演はありえるかもやけど、握手会どうなんやろうな。直近がだって6月やから、なんかその頃にはもう決まってそうじゃない。そんなことないんかな、どうなんやろう。あつしさん、レインボースターありがとう。今日はどんな一日やった。今日は2時3時ぐらいに起きて、んでご飯食べに行って今ですね。全然何もしてない。お部屋の片付けもしようと思ったけどしてないです。
審査会場に入ったら大喜利用の小物がたくさん並んでる。めっちゃ怖くない？ゴリラのさ、かぶり物とかがさ置いてあってさ、じゃあ今から大喜利してもらいますとか言われたら、えみたいな絶対嫌。エオちゃん、昨日お昼ありがとうございました。ありがとうございました。みんな驚いた審査か。誰よりも長く寝れる人、そんなん余裕やねんけど、普通に私やったらもう一生寝れる。この前久しぶりに公園で見たらシュッとした気がする。あら本当に、なんか最近まともに食べてないからかも。朝が早かったりとかするとなんかご飯食べる時間がなくてさ。そう、ドアップバリカイありがとう。エビスマ審査、エビスマって何やっけ。あ、これか。ユニーバの地図覚えてるか審査。いいね、私覚えてる。なぎちゃんのコンサート映像についていた。お試し券は受期生用かと思ってた。あ、お試し券とかあんの。あ、じゃあ受期生かもしれへんね。どうなんやろ。昨日のコイン DMM でもいいやね。ありがとう。最終審査はバンジージャンプさっきも出てた。やっぱみんなバンジージャンプ苦手。私はしてみたいけどな、普通に。どうしようかな。お試しレオってことお試しレオってこと。そっかそっかそっか。フラコン変えた。そう、変えたっけ。なんか日によって違う、つけてるからこう昨日少しだけ世代交代見て、リオちゃんのリスタンス可愛かった。ありがとう。リオ高いとこ大丈夫？何でも大丈夫そう。高いとこは別に大丈夫。お試し例をしたい。ほんまに？ちゃんとしに来てくれる？前髪薄いの好き。そう、公演の時なんかなぜか分厚くなるよね。今日はグレー味が強い気がする。ほんまにグレミ強い今日。レイヤー入れよ。一旦置いとこうか。オッケーオッケー、うん、どうしよっかな。じゃあどうしよう。大喜利審査にする。みんな大喜利審査好きや。ガリレオガリレイ、ガリレオガリレイナッツ、なんか昔学校で習ったわ。もう忘れたけど。わさび寿司を食べるリアクション審査。私はノーリアクションでいきます。逃走中を真似て先輩メンバーのハンターから逃げ切れた合格。むず、足速い子以外終わりやん。レイレオガリレイ、地味にレイポンとペアやね。他のユニットするのはどのユニット。どうなんやろう。どんなユニットが似合うと思いますか。会場が迷路だった。普通にね、普通にしんどいよね。昨日の昼夜公演とても良かったよ。ありがとう。審査時間24時間、きつきつすぎ。初見です。初見じゃないね、わがまましかない。うせやん、やめて。普通に拷問すぎね、わがままはクロスとわがままかな。やばい、わがままはダメダメダメ。サスケのファーストステージクリアしたら合格。ファーストステージクリアするのむずすぎん。家までついてくる審査、普通に怖いな。わがままの流れをもうそのかけれてないしね。ピンクか水色どっち似合うやろうな。どっちやと思いますか。私は水色派ですけどね。ピンクか水色で言ったらまあやらないんですけど、アミアヤとわがままみたい。アミアエとわがままはもうただ単に私の拷問でしかない。でもでも、もうでも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 やばい。でも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 な、どうなんやろうな。私でもちょっとスタイルとか足りへんから初見です、ありがとうございます。じゃあ大喜利審査にしますね。ナングラは審査会場に入ったら大喜利の小物がたくさん置いてあったみたいなにしますわ。はい、一緒に考えてくれた皆さんありがとうね一本グランプリってこと？そういうことです。
ビデオちゃんのクロスでキックされたい去年もクリコンの大大喜利的な、そうやった、あーそうやったね。みほちゃん応援して頑張れ。はい、レオって足上がる、私足め足上がる、足どうなんやろ、上がるんかな。ひさだぬきさん、だるまありがとう。金なぎささんやん、それな。私肩の関節はめっちゃ柔らかいですよ、めっちゃ柔らかい方。ちょっと今できひんわ、今できひんわ、ちょっとできひん。足上がれよ、足上がれよ。ゆきちゃんハートありがとう。マジそれできる、なんかそう、あのなんかさ、あるやん、手さ後ろにやってさ、こうグイって後ろに、前にさ体倒してさやるやつできます。肩柔らかいの羨ましい、ほんまに。あと私あれ後ろでさあれできるよ、いや待って、なんかできひんかも。そうできた、ほらこういうやつあるやん、見えるこれ、よいしょ、ほらできますわ。たまきさんハートありがとう。こんばんは、こんばんは。明日からまた一週間始まるね、ね、頑張りましょうみんな、お互いそんなすごいチェッキー候補生見てたらりょうちゃんがベテランに見える、やめて。全然若手ね、普通に若手っていうか、なんか普通にもうまだまだ間もないですから、はい。すげえ、もうすごい、ありがとう、特技おめでとう。知らんけど、知らんけど、やばい。あ、一方のグランプリ、あ、まさくらさん使ってた、どうしよう。じゃあどうしたらいいでもさ、これさあれじゃない、みんな被るくない、これカメラに近づかれてやっぱり美術いい、ありがとう。レジェンドレオ、レジェンドやばい、ポジレオ頼む。ポジレオって何、ポジティブミニオンのつたよ、いいね。どうしようどうしよう、じゃあどうしようどうしようどうしよう、圧倒的なおもろいこと頼むって。どうしようどうしよう、だってな、ゆうみさんもさやってたやん、なんだっけ、歴代のキャプテン見せ揃いみたいな、殴る早いもんが、まあそれはそう、やっぱりプロは可愛すぎ、ありがとう。シャーマナケンさん可愛い、ありがとう、すごい余計ありがとうございます。どうしよう、どうしよう。みほちゃんハートありがとう。あ、待って、めっちゃいいやん、ちょっと待ってめっちゃいいやん、最終審査が取れたこと、皆さんには一次審査からまたやってもらいますめっちゃいいやんめっちゃいいやん結構普通に素で笑った。ユニットは被りがちやからね、確かに。さやかちゃんウインクして、ウインク、ウインク下手やねん、ごめん、マジで。審査員がみやや、審査員がみや、やばい、いいやん、優勝、おもろいね、おもろかった。石坊さんラブレターありがとう。こんばんは、こんばんは、すごい面白い。それの普通におもろすぎね、うん、普通におもろい、確かにびっくりするし嫌や、パフォーマンス中にタライが落ちてくるタライやばい、普通にめっちゃ芸人さんの番組みたいになる。じゃあそれにしますそれにします。最終審査で驚いたことを皆さんにはまた最初から一次審査からやってもらいますと言われるにします。ありがとう、みんな感謝。元気で油断するとすぐにものボケしがち、間違いない、すぐボケるからね。じゃあそうします、はい、
最終審査ボトロワでいいよ、皆さんちょっとさせてもらいます。ダメね、ダメダメ。じゃあもう終わるんですけど、そうみんな必死になって戦って生き残る価値ある大人になりましょう。まあ、確かに教訓にはなるけどね、もうデスゲームやね。はい、ではこの配信はもう終わるんですけど、皆さんこれ終わったら見に行きますかね、見に行くんでしょ、10期のやつ。誰見に行くんですかみんな。誰見に行くんですか。え、終わり、え、そう、ちょっと終わります。行かないよ、ほんまに。誰にしようかな言うてる人もいますよ。見ずにお風呂入って寝るよ、ほんまに。栄養しか見えないなんて言ってる人もいますよ。行かない、ゲームする、あ、ゲームね、いいね。栄養しか、栄養しか、ほんまにか。当てて、当てて、分からん。栄養ちゃんしか見ないです、ほんまか。栄養しかクリニック、普通に歯科クリニックです。見に行かないからレオちゃんの配信延長希望、ちょっとね、延長はしないんですけど、ごめんなさい。見ない、ほんまか。おしめとレオちゃんしか見てません、ほんまか。あちしさんピカピカありがとう、こんばんは、こんばんは。まあまあまあ、見に行くだけなら別にいいんじゃないですか。皆さん見に行くだけなんですから、普通に見るとオスは違いますから。レオっぽい人いないから、レオは唯一無二。それはあれやね、そんなことないね。デコね、忙しいよね、ありがとう。こんばんは、こんばんは。はい、じゃあ終わりたいと思いますね。そう、終わりたいでと思います。はい、ありがとうございました。じゃあこの後ナングラのツイートします。ありがとうございました、皆さん。ありがとうね。お疲れよ、お疲れよ。バイバイ。バイバイ。